はい、皆さんこんばんは。こんばんは。今週はそんなゲームのお時間です。編集部から野口と、はい、川内です。はい、今回この2人でお送りしていきますが、はい、今回ですねちょっと従来というか、まあ、いつもと少し異なっておりまして、SS から7月に発売されたばかりの最新のポータブルゲーミング PC、うん、ROG Aira X、 こちらにありますね。こちらの、ゲーム機を提供いただいたので、まあ、せっかくなのでこの Aira X を使った、うん、使って遊んだゲームの感想をお届けしていこうと思います。はい、はい、お願いします。はい、お願いします。今回の遊んだゲーム、なんですけども、まずモンスターハンターワールドアイスボーン、アイスボーン、はい、そしてイーストバードの DLC、 DLC よみがえれカモメ町ですね。はい、はい、で最後にまたディアブル4を少し触ったのでそちらについても触れていくような献立というか、まあ、リストになっています。はい、はい、では最初にモンスターハンターワールドアイスボーンからいこうと思います。はい、こちら僕なんですけども、まあ、なんでこのタイトル選んだかといえば、はいはい、モンスターハンターワイルズ発売が控えているのもあって、はいはいはい、出る前に一通りやっておこうと思いまして、はいはい、でちょうどこの時期的にもまあ、エルデンリング DLC クリアした後で、あーはーはーはー、なんかいろいろ完全燃焼した後みたいなでやりきった後ですね。そうなんです、やりきった後で、うん、めちゃくちゃ気になる新作とかが あるわけでもないようなタイミング、そうですね、今ちょうど空いてる時期ですよね。そうなんですよ、うん、だったので、あ、じゃあせっかくなのでちょっとまだ触れてなかった積みゲーとか気になってたけど遊んでなかったようなタイトルを、はいはい、っていうところでまずアイスボーンに手を触れたんですけど、で僕今どこまで進んだかといえばストーリーをクリアした後、アイスボーンの、ラスボスを倒した後、まあ、エンドコンテンツがいろいろ解放されてっていうところまで来て、はいはいはい、まあ、そこからクリア後そうですね10時間から20時間、あ、結構やってるんですね。20時間いってないかな、はい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 、10時間ぐらいやってるぐらいの感想なんですけど、まずストーリークリア、段階で言えばめちゃくちゃ面白かったですね。うんうん、やっぱり、はいはいはい、本編以上に苛烈なで、うん、なんか特殊な個体の大型モンスターがいろいろ出てきて、うんうん、冒頭からすごいですよね。すごくて、で、まあ、それらもかなりかっこよかったりして、うん、演出もすごく派手で、もうそれをいかに攻略するかっていう楽しみは本当に本編を超えるぐらい楽しいものがたくさんあったんですけど、やっぱイベルカーナとかの看板モンスターも、はいはい、最初これどうやって倒せばいいのみたいなずるずるしてくるんじゃないみたい なんか氷のデバフのはい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 、そこからのエンドコンテンツは逆にうわこれきついなって思う場合割とあってはい、はい、もう簡単に言えば、うん、結構なんていうかエンドコンテンツなのでやっぱプレイヤーをにずっと遊んでほしいっていう目的のもと、そういう設計で作っているコンテンツが結構幅をどんどん利かせてきまして、はい、で代表的なのがその導きの地っていうコンテンツですね。うんうん、でそれはどういうものかというと、まあ、普通従来のゲームループとは違って、なんかそのエリアを、探索してそのモンスターの痕跡とか集めることで、うんうん、そのエリア一体のレベルが上がるみたいな、はいはい、システムを採用していますと。でそのレベルが上がるにつれて、出てくるモンスターが変わっていく、うんうんうん、でっていう形なんですけど、でそれをやるためにいろいろ周回をするみたいな話になっていって、はいはいはい、でそこに引っかかってくるのが、プレイヤーの成長曲線みたいなところ、育成の部分が入ってきまして、導きの地でしか得られない、まあ、アイテムが増えていくんですよね、はいはい、でそれを必要とする装備がどんどん増えていくとってなると、はい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 、もう周回前提みたいな、あ、なるほどなるほど、導きの地をずっともう回るみたいなはいはい、はい、みたいなのがもう最高効率みたいな話に多分おそらくなっていってて、カーシの MMO のそうなんですよ、エンドコンテンツっぽい感じですね、ぽい感じで作り入れられてて、でそれを今やると結構ね面食らっちゃいましていやモンハンでこれはきついなっていうのは正直なところあって、うん、まあ、レベル制との相性の悪さみたいなものもちょっと見えてきたりして、なんか一応ね、導きの地っていうのもしっかりアップデートが入って、はい、今遊びやすくなったようなんですけど、はい、それでも結構きつい面は多く感じて、まあ、そこですね、一番引っかかった点はそのエンドコンテンツとしてメインに持ってきているものがかなりヘビーユーザー向けすぎるっていうところ、はいはい、で、まあ、結構カジュアル層向けへのアプローチがあんまり残ってないような作りになってたので、うんうんうん、まあ、どれだけね
まあ、当時は僕いなかったのでそこ、アイスボーン出た当時は違うゲームにはぼっとしてたので分かんないんですけど、まあ、少なくとも今の時代にはあまり向いていないっていうところで、あ、はい、多分なんかまあそこのコンテンツを遊びながら次のアップデートに向けて装備を揃えてみたいな、そうですね、サイクルをやってねっていうデザインになってたけど、まあ、でもそれでもまあ割と辛いっちゃ辛いんですけど、はいはいはい、それを今から後追いで全部やるってなるとまたもっと大変っていう、そうですね、まあ、今だとその最適化、うんうん、最高効率、あのなんか攻略みたいなものも、はいはい、多分探せばいっぱい出てくるので、はいはいはい、まあ、そういうのを見てもういかに早くそこを通り抜けるかっていうことはやれると思うんですけど、うんうん、にしてもやっぱ単調作業になっちゃうの で、 そ、 うで、ね、まあ、そのあたりやっぱり、まあ、多分ほとんど模範に言えるのかな、うん、あのエンドコンテンツ周りの難しさっていうのは調整、そうですね、終わっちゃった後だから結構やっぱエンドロール見ちゃったらおしまいっていう人が結構ほとんど、そうですね、うん、でそこからなんかまたやり込む人がその先をやってってこうどんどん武器を強くしたりとか、そうですね、あの宝玉したっけ、あれとか源泉とか、あ、装飾品ですかね、あ、装飾品だ、はいはいはい、とかやったりだとかそういう感じですよね、そうですね、だからそのあたりが逆に今後のワイルズとかどうなるんだろうなと思ってて、うん、僕個人的には少なくとも導きのうちはここで終わらせてほしいって感じなんですけど、まあ、少なからず何らかしらのそういうエンドコンテンツは用意されていると思うので、うん、今後そこどうなるのかかなり注目していますし、で今おっしゃったように装飾品っていうのはかなり幅を利かせてくるので、うんうん、最後ら辺の、まあ、装備の更新とか強化になってくると、はいはいはい、もう装飾品これないと完成しないみたいな、まあ、理想系がやっぱり出てくるんですよね。でそれもなんか普通のガチャと違ってやっぱりクエストの周回とかがやっぱり最高効率なので、うんうん、でそうで今回なんかなんだっけ、なんか炭鉱夫なんだっけ、なんか蒸気機関があって、はい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 、そこに燃料を投入してガチャ引くみたいなシステムがあるんですよ、はいはい、ありましたね、アイスボーンの村の、アイスボーンの村の中のであれのガチャの中にその装飾品と交換できるようなチケットがあるみたいな、はい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 、あのゲームループを作ってて、まあ、それもガチャするために周回するみたいな、なんか変な状況になってるよね。あ、なるほど、ちょっとソシャゲチックな、そうソシャゲチックな要素がちょっと入ってて、それをモハンでやるのもなかなかやっぱ今の時代厳しいなって思ったので、うん、まあ、そのあたりもどう改良してくるのかっていうところでは非常に注目します、ワイルズは。確かに、はい、まあ、でも最近のモンハンって割とそのユーザーの声を聞いて次の作品にはなんかその評判の悪かったものを外して新しいものを入れてっていうのがあったの、ライズもあの白竜夜行、はいはいはい、あれすごく自分苦手だったんですよ、はい、でそれをなんかサンブレイク出た時に白竜夜行はもうあのカットされてて、そうでしたね、あの普通にあの違ったものにこう変わってたというか、なんか遊びやすいモンハンになってたので、まあなんかワイルズもまたそういった部分っていうのは改良してくるのかなっていう、そうですね、期待してますけど、ある意味そこは期待値高いのでお願いしますって感じなんですけど、うん、逆にいいところもあって、はいはいはい、なんかエンドコンテンツでやっぱ武器の強化ってなんかすぐ頭打ちになりそうなところを、まあ、その導きの地とかを介した強化要素として、まあ、カスタム強化っていう形で、はい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 、なんかさらに攻撃力上げたいとか、はい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 、僕びっくりしたのがそんないいんだと思ったのが、はいはい、敵に攻撃を与えたいときにちょっと体力回復するよっていうスキルをパーツ化をつけられるようになるんですよ。それ要求する素材結構重たいんですけど、はいはいはい、結構チート級の、そうそう結構それがないときついボスデザインがおそらく待っていると思うんですけど、そういう強化っていうのは今までの僕が触れたモンハンの中にはなかったので、あ、そうですね、そこまでやってるんだっていうのは、はいはいはい、かなりハードな内容ですよね、はい、で僕は少なくともそこまで触れてからやめようかなと思ってて、はいはい、あ、なるほど、はい、その深淵を 見ようちょっと見たいな、覗いてみたいな、はいはいはい、あとは、まあ、ミラボリアス、はいはいはい、最後のボスがいるんですけど、あ、もう、ね、いろんな、ね、あの最近だと YouTube とかで、はい、見ますよね、はい、なので今はちょっとそこに行けるようにまたマスターランクを上げるっていう作業が残ってるので、レベルがあるはい、いろいろ、まあ、あのまだ準備期間なんですけど、はいはい、まあ、少なくともその辺出てからあのワイルズに行きたいなとは思っています。確かに、まあ、まだ発売も全然発表されてないの で、 う、で、ね、もう待つばかりというような感じなので、うん、まあ、ゆっくりできそうですよね、まあ、来年のねどこかに来ると思うんですけど、うん、はい、それまでには行けるかなと思います、はい、はい、
じゃあ次川井さん。はい、僕の方は、まあ、この携帯機で遊ぶっていうことで、はい、まあ、あのね、事前に野口さんと何のゲームやりますかみたいな話した時に、はいはいはい、あのその積んでたゲームを消化するのが良さそうみたいな話を聞いて、うんうんうん、確かに積んでるゲームいっぱいあるなと思ってでその中でちょっとどうしてもやりたくて時期的にやれなかったタイトルが、イーストワードのあのダウンロードコンテンツ蘇れカモメ町ですね、うん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 、でこちらもあのオリジナルのイーストワードは、発売時期にプレイしててすごく大好きなゲームだったんですよね、はい、まあ、あのゲームのルックとしては本当にマザーとか、うんうんうん、マザー2、3、あの辺りを彷彿させるドット絵とあの、まあ、あの可愛らしいビジュアルですよね。で、うんうんうん、ゲームプレイの方は、ゼルダの伝説の、神々のトライフォースとかあのそっち系の、あの遊びなんですよ、まあ、ダンジョン探索して、うんうんうん、でなんとなくちょっとライトな謎解きがあって、はい、あのまあ、ゼルダはライトじゃないですけどイーストワードの方はちょっとライトめなやつ、はい、でも意外とだから雰囲気重視かと思えばがっつりダンジョンの探索があって、うん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 、で、まあ、シナリオもあのなんていうんですかね、まあ、個人的にかなり刺さるような内容で、まあ、ボス戦のギミックとかもめちゃくちゃ面白かったという、うんうんうん、あの本作ですよね。でまあ結構綺麗な終わり方してて、あ、そうなんですね。まあこれ遊んでほしいんですけど、はいはいはい、まあそこは結構はあって感じの終わり方、もう続きはないだろうと思ってたんですけど、まあここに来てあの DLC が発表された時もめちゃくちゃテンション上がって、でこれまあ遊んだことある人みんな言ってたんですけど、まあ来ると思わなかったっていうのと、まあまあテンション上がってで絶対やるぞって言ってたけど、まあ僕もその一人だったんですけどやれなかったって、で、はい、よみがえるかもめ町自体は、なんかまあかもめ町っていう、町にやってきて、でそこを発展させるために、うん、2人主人公って主人公2人いるんですけど、そうですね、はい、サンとジョンの2人なんですけど、はい、その2人で、まあ、村を発展させるために農作業をしていくっていう、あ、それは本編にないですよね。ない感じですね、はい、で、まあ、そこでその本編に出てきたような人たちが、ね、動物の森みたいに電車に乗って訪れてきて、はいはいはい、そのこの村に住むために、まあ、その人が抱える悩みを1個ずつ解決していってあげて、あ、なるほど、でそこに、まあ、定住してもらってっていう形でどんどんカモメ町がなんかもう最初はカモメ町っていうほどの規模じゃなくて、もう村にもなってないぐらいの、段階なんですけど、まあ、徐々に発展していって、でその探索できるマップも広がっていってってなっていくんですけど、ところどころただのそれだと牧場シム的な遊びだけかなって思いきや、意外とシナリオがちょろちょろと入ってるんですよ。あのメインは牧場シムですけど、はい、合間にシナリオが入るような、そうっすね。あ、なるほど。で、まあ、なんかその比率も結構なんか面白い具合というか、まあ、その悩みを持った人が来る、はい、で探索する場所が増えるって中で、その世界にある何とも言えないちょっとした謎がちらほらとこう見えてくるんですよ。でその謎を解き明かすっていうことも、うん、このゲームの中の何ていうんですかね、一個なんか遊びとしてあるんですけど、はいはい、でそれがなんとなくその本編とシンクロしていくような雰囲気を匂わせているっていうところですね。なんで、まあ、完全にそのなんか遊ぶまでは切り離されて、そのイーストワード その魅力的なキャラクターたちが出てくる牧場シムってだけだと思ってたんですけど、しっかりイーストワードの DLC として、まあ、もう一個の新しいお話として用意されているような、うん、作品だったので、結構その辺は驚きましたね。あ、じゃあそこは本編並みとかそれぐらいの驚きはあるんですね。そうですね、うん、まあ、なんかこれも、まあ、あんまり言うとそうですよね、そうなんだよってなっちゃうかもしれないあれなんですけど、多分DLC 自体も結構安くて700円安いですね。確かに。イーストワードも本編2800円なんですけど、はいはいはい、これね今あるかな、ゲームパスには前あったんですけど、 ありましたね以前、はい、そうなんで、まあ普通に本編遊ぶだけでもっていうか、本編めちゃくちゃいいのでそれで面白かった DLC 買ってみるっていう形なんですけど、本編クリアしてなくても DLC から遊ぶこともできます、はい、それってでもどうなんですかね、そのなんというか物語体験的に、物語体験的にまあ100% 楽しむにはやっぱクリアした方がいいですね。いいですね。で単純に牧場シムだと思って飛びついても、はい、そういうなんか摩訶不思議なこう出来事が起こってるところとか、はい、そのキャラクターのテキストが本編やってたらちょっと笑えるテキストになってたりしてるので、あ、まあ、完全に本編遊んだ人向け
かなっていう感じがするから、まあ、いっそあと本編遊んでいただいてからやった方がいいかなとは思いますね。まあ、本編20時間ぐらいかな、結構ボリュームありますね、まあ、ボリュームあるんですけど、インディーの割には。そうなんですよ。で、まあ、本当にそのシナリオいいのでぜひやってほしいなって。そうですね、僕も本編積んでまして、はいはいはい、はい、序盤やってはいいなこの世界観と思ってやってたんですけど、はいはい、まあ、他のゲーム映っちゃったので、まあ、ちょうどこの時期とかに改めて再放して、ね、今タイトルもなくて今出てどの辺で止まってる感じですか。いやでも本当序盤ですね。なんか最初のダンジョンかな、はい、ぐらいまで行って、はい、そこ終わったぐらいかな。なんか最初子供たちでなんか学校とか行くシーンがあったんですけど、はいはい、あの辺越えてその後あの主人公2人だけで、はいはい、洞窟行ってっていうパートがあると思うんですけど、そこまで行きましたね。あ、なるほど。じゃあ本当に最初の方ですね、はい、まだじゃああれですね、あそこの次のマップに行ってないですね。次のマップ行ってないですね。行ってほしいですね。超序盤ですね。すげえ突き抜ける気持ちが、そうなんですね。ちょっと序盤が、はい、長めなんで、あ、なるほど。そこでなんかちょっとやめちゃったって人とか聞くんですけど、そこを超えた後の世界の広がり方っていうのはやっぱ凄まじいものがあるので、で、あとミニゲームの大地の子って、はいはい、やつが第一の本編に入ってるんですけど、はい、その駄菓子屋のところにそのファミコンみたいな筐体が置いてあって、あ、ありましたね、で、なんか、はい、何でしたっけ、宮崎でしたっけ、なんか明らかに某アニメ、あのクリっぽいやつ、ね、そうがいて、でその人からその人だっけかな、違ったかな、まあ、なんかそのダーシアみたいなところでメモリーカードを買うんですよ。はいはいはい、あ、その多分その宮崎は全然違うあれだったかもしれないです混ざっちゃってますので、はい、メモリーカードを買うとその大地の子ってそのゲーム内ゲームが遊べるんですけど、はいはいはい、もうモロドラクエ3みたいなのが1本入ってるんですよ。でも最序盤でそんなイベントシーンあったかもな。確か最初ゲーム遊んでるや、みんながゲーム遊んでるみたいな。そう、最初、はいはい、なんか3もやってみなよみたいな感じで遊べると思うんですけど、あれは実際遊べるんですね。遊べて、で、まあ、一応エンディングまで見れるようになってる。あ、すごい。ですよ。で、その、まあ、第一の子っていうものも結構やり込んでいくとシナリオ中にちょっとフックがあるんですよ、そこに。そうなんですね。そうなんですよ。いいことを知れました。なんかそういったところもなんか徹底してなんか潰していくと絶対なんかご褒美が用意されて、ような感じなので、まあ、ちょっとね DLC の話からちょっと離れちゃったんですけど、いやでも本編の魅力としては、でも DLC にもそういうのありそうですね。そうっすね、やっとくとつながるっていうのは、なんかね匂わせてるんですよ、ものすごく、はい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 、ものすごく匂わせてるんですよなんかこうただじゃ返さないぞっていう気合を感じるので、まさか普通の牧場シムと思っただろうみたいな、うんうんうん、違うからみたいな感じのゲームにはなってるので、ぜひ、まあ、やってほしいですね。クリアまでやる予定ですか。やる予定ですね、うん、まあ、ちょっといい感じのところまでやれてるので、はいはい、まあ、多分もう一息かなってところだから、うんうんうん、まあ、せっかくなんでね、やっていこうかなって、まあ、ただこの携帯ゲーム機だからこそこう、ね、はいはいはい、のんびりやれるというか、意外と没頭できましたね。いや、そうですね、うん、そこまで重くない本体ですので、まあ、Steam Deckと同じぐらいなんですけど、はい、持ちやすいですし、そうですね、はい、結構グリップ感があってだったんで、うん、まあ、ちょっと1回プレイしたら気づいたら2時間ぐらい遊んでるとか、はい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 、そういうぐらい没頭できたっていうので、うんうん、まあ、携帯ゲーム機との相性ものすごく良かったっすね、そうですね、イーストワード、はい、僕の方は以上ですね、はい、ありがとうございます、はい、では、次僕から、ディアブロ4、を遊んでみました、はい、これはね前々からずっと気になっていて、はいはいはい、まあ、安定の面白さでしたね本当にディアブロ自体は僕は3しかやったことないんですけど、はいはいはい、そこから続く4としては全然期待を裏切らない敵 でやっぱりこういうポータブルゲーミング PC とも相性が良くて、まさにって感じですよね。そうですね、でも十分でしたね。なんか PC でもちょっとやってみたんですけど、うん、はいはい、より、ね、フレームレート高かったりグラフィックが良くなるっていうところはあるんですけど、はいはいはい、全然こちらのポータブルゲーミング PC のスペックも、まあ、全然十分なので、大体画質中設定ぐらいで、はいはい、フレームレートは綺麗ですよね。だって、はい、十分ですね。ディアブロの新作、はい、グラフィックはものすごくなんか現代の、うんうんうん、現代風にもアップデートされてて、すごい綺麗だなと思いましたね今回、うん、でフレームレートもまあ30から40安定しているので、全然過不足なく快適に遊べたので、だったらもうこっちでいいなって思ってもう基本こっち遊んでました。あ、そうなんですね、はい、あ、いいっすね。ADA X でメイン遊んでて、まあ、でもそんなにやりたいんですけど、まあ、大体5時間ぐらいで、うんうんうん、だと思うんですけど、はいはい、
でそうですね、で僕ジョブとしてはあのドルイドっていう、うん、なんかペットとか刺激して戦う、はいはいはい、あのクラスを選んだんですけど、まあ、面白いですね、なんかクマとかオオカミに変身してあの戦うんですけど、はいはいはい、その自分が変身するんですか、自分が変身するんです、あそうなんです、ね、でっかいクマとかあの人狼かはいはい、はい、になったりして、あかっこよさそうですね、あとはなんか、うん、狼を連れられる2匹ぐらい、はいはい、スキルとして、はいはい、あとなんかカラス呼んだりみたいな、なんかそういうなんかやっぱこういうゲームって基本一人で行動することが多いので、そうですよね、うん、なんかパーティー感があんまないじゃないですか、はいはいはい、そこを補う意味合いで、あなるほど、はい、選んでみたら結構愉快なあの絵になったので退屈しないですね。パーティーはオンラインでなんかこう知らない人と組んだりとかないんですか？ありますあります、あるんですけど、 僕や 今の多分時期だと、うんうん、僕のような初心者っていないんですよね、多分おそらくそんなに、でもめっちゃキャリーされちゃうんですね多分。そうですし、うん、そもそもそこその要は序盤のエリアにそんな人いないみたいな状態だと思うので、なるほどなるほど、あんまりその人と出会わないんですよ、はい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 、たまにさーって通り抜ける人いるんですけど、で、で多分おそらく今回 の、うん、あの設計上、はいはい、高レベルの人が倒した敵はあのからは高レベルのアイテムがドロップするみたいで、はいはいはい、そういう感じであのキャリーしてもらえそうなんですよね、はい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 、でそれがたまたまなんか通りかかった人のなんかレイドミッションみたいなのが通りかかった時にあって、うんうん、そこにたまたま他のプレイヤーがいて、はいはい、おそらくでも僕より全然レベル高いみたいな状態の人と、はいはいはい、まあ、そこをクリアしたんですけど、でその人が倒した敵がドロップしたアイテムはすごい強力で、あの武器がちょっとオーバーパワーというかちょっと今楽してますね、 なるほど、まあ、かそれで後から始めた人と、うん、その今遊んでるプレイヤーがすぐに追いつけるような施策なんですかね、まあ、一応してると思いますね、でレベル自体もかなり上がりやすくてですね、はいはいはい、多分おそらく今回レベル50が上限だと思うんですけど、はいはい、まあ、そこまではかなり早く上がるようで、もうすでに38レベルとかなり後半に差し掛かるぐらいになってきているので、結構テンポ早い、よく、そうなんですよ、なんで多分開始 2,3 時間で、うん、あのスキルは多分全部解放できる、あそんなに感じだと思いますよ、あそうなんですね、あの、まあ、ストーリー部分はちょっとカットしての話なんですけど、はいはい、実際のプレイ 2,3 時間で多分ほぼほぼ主要なスキルは揃うので、はい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 、そのアクションのできることっていうのはすぐに増えているので、まあ、いわゆるこういうゲームだとそういうスキルが揃うのが遅いことが割と多いと思うんですけど、こちらね早い段階に揃うので、そういう意味ではアクション性っていうのはあの序盤から高いですね、はい、なんか結構改善されてるというか、 なんかその今まで の、 あのあれ踏襲してるのか分かんないですけど、そうですね、そんなような印象を受けましたね、はい、それちょっとやってみたいな、なんかもう僕もこれねあのディアブロやりたいなって思ってたんですけど、はいはいはい、なんかこういろんなものの発売とやっぱ重なってたんですよね、あの 時期的にそうでしたね、そう、はい、でなんか結局やらずじまいでっていう感じでやれてないんですけど、はいはいはい、今の話聞いてちょっとやってみたいなって思いましたね、いやそうです、ちょっと触るだけでもあのその辺は満足できるようになってたのでかなり良かったですね、はいはい、逆にちょっと欠点じゃないですけど、うん、まだ見えてないのが、はいはいはい、一応今回オープンワールドになってるんですよ、はいはいはい、あの全部のエリアが一つなぎになってて、はいはいはい、ダンジョン入る以外はロードが入らないような、はいはいはい、あの仕組みになっているんですよね、かその分、まあ、マップも広くて、まあ、当然なんですけど、うんうん、で結構移動がどうしても面倒に感じる瞬間がなんか増えてきちゃってて、うんうん、で今回それを解消するために馬乗れるんですけど、はいはい、まだ馬獲得できてなくて、はあはあはあ、ちょっと馬乗った後どうなるかはちょっとあの注目してますね、その移動の側面がどう改善されるのかっていう、はいはいはい、どれだけ楽になるのかっていう部分が、そうですね、で、まあ、現状徒歩のスピードでどうしてもあのあちこち行かなきゃいけないっていうのが、うんうん、なかなか大変だなって感じる瞬間がちょっとずつ増えてきたので、まあ、とはいえファストトラベルポイントはかなり多いので、そこは ありがたいんですけどね、その各拠点に瞬時に飛べるので、それは別に、今の段階でも全然使える、全然使えるので、まあ、解放さえすればすぐ、はいはいはい、飛べるようになるので、そこはただ、はい、新しいとこ行くのがちょっと大変かなっていうところですね、うん、まあ、とはいえ全然全体としては概ね快適で楽しんでますね、うんうん、でやっぱ時間泥棒だなと、まあ、気づいたら1、2時間経ってる、あやっぱそう言いますよね、はい、やってますね、なんかやっぱ発売してもうなんか
ずっと遊んでてやめ時がみたいなよく聞きますけど、はいはいはい、なんかだん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 遊ぶにつれてそのなんていうんですかね、強い武器をドロップしてで攻撃した時の数字を見て気持ちよくなるっていう話をよく聞くんですけど、うん、あそうですよね、多分最後らへん多分そうなってるでしょうね、はい、うん、ジャラジャラジャラって感じになってて、っていうのは聞いてたので、もうなんかまだまだあのコンテンツ拡張してってるじゃないですか。そうですね、 DLC も控えてますね。そうですよね、年末でしたっけ、うん、年始でしたっけ、なんか、うんうん、あの発表も、はい、ありました、ありましたし、まだまだ遊べる作品かなって思うので、あれ、これもあれでしたっけ、ゲームパスにも来てるんでしたっけ。あ、そうです、ゲームパスに来てます。あ、そうだ、はい、すごいですよね。僕はそのゲームパスで遊んでます。あ、なるほど。あ、じゃあもうより手軽に遊べるというか、うむしろなんかこれ聞いてる人はもうみんな1回遊んでるんじゃないかっていう。あ、そうですね。ゲーバス入ってるユーザーはもしかしたら1回は遊んでるかもしれないですね、うん、そうですね、はい、そっか、じゃ結構じゃあその時間かかるんじゃないかなっていうところはネックであの触れてなかったんですけど。そうです、僕もそんな印象でしたね、はいはい、意外とまあそのレベルとかはすごいすぐに上がる。そうですね、まあ、その自分がこう遊びたくてなんか時間かかっちゃって結局長い時間プレイしてるみたいな。あはい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 、はい、まあ、そういう部分なだけであって、まあ、その導入部分っていうか、まあ、入り口部分にゲーム側としてすごいこれは時間かかりますよっていう感じにはしてない。してないですね。だからコンテンツとしてはなんかかなりそこは面白くて、コンテンツはめちゃくちゃ用意してるんだけど、はいはい、あのプレイヤーのなんていうか学習曲線というか成長曲線か、はいはいはい、はすぐ到達できるようになっているのが面白いですね、まあ、多分レベル50に到達したら多分あの別の成長要素が多分加わると思うんですけど、そこから多分やり込みになってくると思うんですけど、それまではめちゃくちゃ早くあの上がるので、はいはい、そういう意味ではそこまででも十分あの短時間で、うんうん、あの満足できるような仕上がりになってたので、そのディアブロの入門としてもかなりいいのかなとは思いましたね、うん、まあ、わざわざ昔のからやるよりかは最新作家、うん、特にだってつながりとかはないんですかね。多分、あ、でもストーリー的には多分あると思う、世界観的にというか。なるほど、おそらくあるはずですね、まあ、うん、まあ、なんかどっかインターネットで情報を気になったら仕入れるぐらいな感じでも、まあ、直接的なつながりはどうなんだろう。僕はねちょっと覚えてないんですよ、ディアブロ3のストーリーを。はいはい、で何回で覚えてらんないというか、はい、あれですよね、まあ、ああいう系のシナリオって結構左から右に流れてっちゃう。まあ長いじゃないですかね。興味深いは興味深いんですけどね、はいはいはい、世界観も悪魔と天使の戦いとかで、今回もその延長ですね。はい、ちょっとそこを今回は多分今回はね前よりストーリーをおそらく力入れてて、結構カットシーンとかたくさん入ったり、テキストのセリフもあのたくさん入ったりしてて、ちょっと今回あの面白いかなと思ってるのが、リリスっていうまあ女性の悪魔、まあボスみたいな、ラスボスみたいなパッケージに書いてある、はい、パッケージに書いてある、で彼女 の, あの足跡を追うような感じになっていて、まあ、ラスボスの軌跡を追うみたいな、はいはいはい、面白いですね、ストーリーラインになってるのは結構面白いですね、うん、で 彼女が通った後、まあ、いろいろ残虐なことが起こっているみたいな、はい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 、まあ、ただじゃ通っていかないんですね。そうで最終的に通った時にじゃどうなるかみたいな話になっているのは、まあ、結構前よりはあの没入感あるかなとは思いますね。割となんかまあ王道でありながらも、うん、なんかまあ結構好きみたいなあのシナリオですよね。そうですね、はい、な結構その辺も含めたら割と前よりはカジュアルかもしれませんね、うんうんうん、はい、いや気になりました、うん、ぜひぜひやってみてください、はい、では最後にですね、せっかくなので僕がちょうど Steam Deck 似たようなあのゲーム機持っているので、はい、それと比較したかあの感想をお伝えしますと、はい、まずねバッテリー持ちがめちゃくちゃいいですね。あ、そうですよね、あの Era X は、うん、あの Steam Deck 僕持っているの初期版というか普通の LED 版なんですけど、はいはい、あっちが 40Wh っていうのかな、うんうん、でしかなく、こちらの製品は 80Wh の倍あるので、はいはいはい、あの僕モンスターハンターワールドアイスボーンでそのバッテリー切れるまでどちらもプレイしたんですけど、はいはいはい、あの充電 100% の状態からで、スイムデックが1時間半ぐらいに対してバッテリー切れたのが、うんうんうん、こっちの AIX に関しては2時間50分ぐらい。おお、製品 の, あの公式の情報にある約3時間っていう、うん、もう本当にその通りの時間、うんうんうん、あのぶっ続けで遊べたのでかなり
バッテリー持ちは良かったですね。3時間ってなるといよいよなんか本格的に携帯ゲーム機として成立してしだしたっていうような感じがしますよね。そうですね、ずっと遊べるっていう意味では、はい、かなり良かったですね。そうですね、どうしてもまあこういったポータブルゲーミング PC 系ってそのバッテリーの部分が、うんうんうん、ずっとネックだったかなって思うんですけど、まあ、今回それを解消してきたっていうことで、はいはい、なんかようやくこうなんか時代がこう、そうですね、なんかやってきた感じはしますよね。技術が追いついたというかね、うん、まあ、Steam DeckもそのOLED 版かに関しては、はいはい、通常版よりもバッテリー持ち良くなっているので、うん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 、ぜひそっちで気になかった OLED 版の方をぜひ選択してもらいたいんですけど、はいはい、それ以上にもっとバッテリー持ちがいいものを探しているのであればこちらの AIX はかなりおすすめできそうだなという、うんうん、感想でした。はい、なんか僕の方もなんか一応今回使わせていただいて思ったのが、うん、そのゲームを起動するときとか の, この ASUS 独自 の,、うん、UI がものすごくいいなっていう、あ、そうですね、感じはしてて、でまあ、元々その ROG シリーズってスマートフォンもゲーミングスマートフォンも出している関係上、まあ、なんかそういったノウハウをこういったゲーム機に生かしてるなっていうような感じはしたので、かなり使いやすく、まあ、分かりやすく、そしてで、まあ、カスタマイズもできたりだとか、その、そうですね、なんかこのショートカットにこれを配置してとか、はいはい、自分の使い勝手のいいようにカスタマイズできるっていうのもかなり新鮮だったので、よかったですね、うん、なんか本製品すごいなと思いました。まあ、ゲームの起動もめちゃくちゃ早いですしね、まあ、そのスペックも高いので、うん、かなりその辺はめちゃくちゃ快適ですね。快適でしたね、うん、普通に高高性能の PC 触ってる感じに近いですね、うん、あとは比較で言うと操作性に関して触れたいんですけど、はいはい、AIX の方がですね、Steam Deck に比べてフェイスボタンがかなり大きいんですよ。はいはいはい、あと空間もそのボタン、各種ボタン の, その空間、うん、かなり広く取ってあるので、はいはい、シームレックと比べるとかなり誤爆しにくかったです、ね、あ、それはかなりありがたかったです。特に何だろうな、モンハンとか、はいはいはい、まああいう結構複雑な操作を要求するようなアクションにおいてはAIX の方が軍配上がるかなと思いましたね、うん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 、結構まあこの辺のボタンの押しやすさって各社いろいろ追求してますけど、なんかその実際に触ってみると思った以上にやっぱ そこの部分が重要で、重要ですね、うん、なんか実際に触ってみないとそこをなんか押してる意味が最初は分からなかったんですけど、はい、実際に触ってみたらはい、はい、あ、そこはやっぱこだわってますって各社すごい話してるのがすごいなんか伝わりました ね、うん、結構ねゲームジャンルによっても変わってくるんですよね、印象が、はい、遊ぶタイトルによって、はいはい、Steam Deck とかだったら別にアクションとかでなければ別にそんな不満は覚えないんですけど、うんうんうん、RPG とかでやったら、はいはい、やっぱガチガチのアクションってなってくるとやっぱちゃんとしたボタン、うん、余裕持ったボタンの配置というか、はいはいはい、みたいなものが重要になってくるのは改めて実感しましたね。あ、そうですよね、うん、アクションは余計にねそうなんかもろに出ますからね、もろに出ますね、まあ、RPG ならまあいいかと思える範囲もあるけど、はい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 、まあそうですね、アクションゲームとか遊ぶ人とかやっぱその辺もまあ気になるところだと思うんですけど、ね、そうですね、全然ね、ディアブロぐらいであれば多分 Steam Deck とかでもそこまで難しい操作抑制ないのでいけると思うんですけど、はいはいはい、やっぱガチガチのアクションはきついなと思っちゃいましたね。あ、うん、はい、はい、こんなところかな、はいはい、あ、ちなみに重量に関しては大体同じぐらいでしたね、あ、600g 前後なので、はい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 、まあ、なんか結構グリップ感があるので、うん、まあ、持ってて重さを感じるっていうよりかそのなんとかグリップ感でその軽減されてる感じはありましたね。そうですね、グリップ感、はい、そのエルゴノミクスデザインってやつか、まあ、Steam Deck にもありますけど、うんうんうん、あれ不思議ですよね。不思議ですね。重量よりも軽く感じるっていう不思議な体験。なんか、うん、結構ありますよね、最近そういう。ありますね、多いですね。魔法をかけてくるというか。ね、そこもっと突き詰めたらどうなるのか。どうなるんでしょうね、今後。もうフィットしすぎて、手のように。そうだから。うん、スイッチとかは平坦じゃないですか。そうっすね、多分、うん、あれぐらい軽いと平坦でもいいんでしょうね、おそらく、うん、スイッチもね、うん、ただスイッチってなんかあれじゃないですか、なんかこのなんか中指の、あ、はいはいはい、ここでなんかこうちょっとありますね、くぼみで支えてる感がなんか、はい、確かに確かに あそこでかかりますもん、比重が、でだんだん指痛くなるみたいな、はい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 、まあ、そのグリップコントローラーって他社製で出てますけど、あ、ああいうの使えばあるんですけど、はい、ちょっと板状すぎてちょっと指痛くなっちゃって、はいはいはい、そのあるんですけど、まあ、こんぐらいなんか本格的なグリップになってると、そうですね、まあ、それはないっていうのはなくなるのであるんですけど、指
指にかかる負担はほぼないですよね。なかったですね。あるとしても、うん、まあ、腕全体というかその全体の重さ、まあ、持ってるからってことですね、はい、均等に重く感じるので、うん、まあ、長時間遊んでいると当然重くはなるんですけど。そうですね、まあ、あと自分 の, なんかあの体の問題であの首が痛くなってしまうとかあのまた別の問題なんですけど、はい、はい、ね、いい体勢を見つければ解消できるかなって言いますけど、はい、はい、こんなところです、ね、はい、はい、まあ、はい、では今回のコンシャスなゲームちょっと特別な形となりましたが、はい、皆さんの、遊んだゲームの感想やあるいは我々が遊んだゲームに対するコメントなどなど、うん、あの随時募集しておりますので、よければコメントや、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。はい、あと概要欄の方にあの本製品 の, あの詳細のスペックも記載されていますの で, です、ね、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、またはそちらもチェックしてください。では、今回こちらでここまでご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。